重活布団で、指を怪我しないくらいに面取り加工してみる。こんにちは、旦那です。中華エンジン停止の理由がよくわからなかったので、バラしてみましょう。どうなっているのかな？ワクワクすっそう。いきなりですが腰上バラしました。エンジンを下ろさずに腰上触るの初めてなんです。かなり面倒でしたよ。下ろす手間を考えても、エンジン下ろした方が簡単にバラせますね。シリンダーヘッド、燃焼室の様子を見てみましょう。真っ黒ですね。左側にたくさんカーボンが溜まっているようです。なんでなんだろう？カム。この部品は見たことないな。デコンプ機能なんてあるのかな？シリンダーは。パッと見で気になるのはヘッドの方5ミリくらいにカーボンが溜まっています。ピストンはここまで来ないんですね。縦の傷が少々見られます。あれ？上側と下側のクロスハッチが見られません。シリンダー内壁がツルッとしていますよ。これが圧縮が低い原因なのかな？横面はしっかりとクロスハッチが残っていますね。上下は縦傷が入っています。シリンダー内か。以前ゴリラにやったように磨いてみようかな。あの時はかなり適当に磨いたな。ピストンを外して見てみましょう。ピストンピンクリップが簡単に外れましたよ。これは作りがどうこうではなく、ピストンピンクリップの切り欠きが、ピストンの切り欠きのすぐ横にあったのが理由でした。位置をずらすのって基本だと思っていました。クランク小端が出てきたので、クランクのブレを確認してみます。0.68mm くらいなので許容範囲内ですね。ピストントップは真っ黒けです。外した状態でよく見てみましょう。ここで気づいたことは、ピストンリングの切り欠きの向き、オイルリングが排気側に向いてトップ、セカンドの切り欠きがすぐ近くにありました。またセカンドリングの動きが少し渋いですね。バラして気になったのはゴムパッキン類。カチカチでつまんだら割れそうなくらいでしたよ。それで配置ドリングを外してみましょう。やはりセカンドリングが外しにくかった。動きが渋いせいもあるのかな？折ったら負けなので慎重に外します。残りのピストンピンクリップも外します。そうそうこんな感じの向きで入っていましたよ。万が一外れたら即ブローなのに気にならないのかな？さすがのクオリティですね。何かでピンのサイズが 14mm だと見ましたが、普通に 13mm でしたよ。ピストンの直径は 52mm。アフターもので同じサイズのピストンがありますよね。ピストンピンは正確には 12.99mm でした。ゴリラのサービスマニュアルを見ると許容範囲内。ピストンリング。内側にカーボンが付着しています。よく見るとセカンドリングには、上下を示すマークがついていました。トップにはありません。わかりやすく上側にマークしておきます。後で組むときに楽になることでしょう。エキスパンダーは X にマークしました。向きを合わせるときに役立つかなって考えました。ピストンを触ってみると、エッジがかなり立っています。これでは指を切っちゃうかもしれないですね。ピストンドアップ。エッジが立ってリングが入るところが汚れているのわかりますか？オイル穴が一部詰まっていました。ピンバイスの切りを使い貫通させておきました。詳細確認を洗浄をしておきます。
トップは真鍮ブラシじゃないと汚れが落ちません。綺麗になったところで、ピストンの面取り加工をしていきましょう。ついでに内側のバリも落としておきます。オイルリングを先に入れちゃいましたが、外すの面倒なのでこのままやっちゃいます。スカートのバリを落とすだけのつもりなので問題ないでしょう。ピストンピンが入る穴も少しバリがあるな。気になるところは今のうちに全部処理しちゃいますよ。やり直しが一番面倒ですからね。軽くなぞる程度で十分だと思います。あとは指で触って怪我しないくらいだと感じたら OK だと判断しました。初めての作業なので少し緊張しています。削りすぎたら元に戻せません。ちょうどいい具合を手探りで見極めます。って感じでピストンを加工しちゃいましたが、問題ない範囲ですよね。詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお待ちしております。何をするにも未だに自信が持てません。中華エンジンのピストンは指が切れるくらいエッジが立っていました。面取り加工もどこまでやっていいのかわからないので、触って怪我しないくらいを目標に削ってみましたが、本当にこんな感じでいいのかな。ワクワクすっとネットで調べると面取りされている方いらっしゃるようなのですが、どこをどれくらいやっているのかわかりません。この動画が皆さんの参考になればいいのですが。こんなもんかな？次回予告。最後までご視聴ありがとうございました。クロスハッチ再生してみます。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。未だにわからないことだらけで悩んでいます。手作業で慎重に。